茨城おもしろ研究所。茨城の変わった自動販売機。どうもデレ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 スケです。はい、声は山中です。オスペンギンです。さあ、茨城の、変わった自動販売機をご紹介したいと思います、はい、今回はですね、なんと欲しいもの自動販売機でございます。おー、まあね、欲しいものといえば、はい、茨城の名産ですけども、はい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 、自動販売機で買える。そうなんです。そんなのあるんですか。それがあるんですよ。山田さん、はい、横にありますよ。あった。知ってたでしょ、当然。これ日立中市の、国道245号沿いでございまして、地区でいうと真渡り、はい、であちらにはマクドナルド、はい、こちらにはケイズ電機という間にちょうど真ん中あたりですね。真ん中にあるこの赤黒のね、はい、目印の自動販売機ですから、はい、すごくないですかこれ。紅はるかの丸干しと平干しが一番欲しいもの、はい、そうなんですよ、はいはいはい、早速ちょっと買ってみましょうか。おうおうおう、行きたいと思います。はいはい、本当に欲しいもの出てくるのかな。普通の飲み物も売ってるんですね。そうですね、普通の売ってます、ね、で下が欲しいもの。ほらね、来ました。どっちにしようかな、丸干しか平干しのどっちかですよ。どっちも650円。そう、どっちも同じ値段でございますから。なるほど、決めました。はい、こっちにします。はい、コーヒー。お騒がせします。ごめんなさい。すいません。どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ。ちょっとお話聞いてもいいですか。今 YouTube を撮ってるんですけど、この欲しいも自動販売機っていうのを撮りに来たんですけど。あ、はい。ちょっと撮ってもいいですか。あ、いいですよ。いいですか。あ、すいません。ありがとうございます。あ、今日は欲しいものを買いに来られたんですか。そうです。あら、すげえ。これ知ってたんですか。あの、なんかテレビでやってたんで。おー、すごい。それ見て初めて。初めて。あー、すごい。すごい。今日どっちなの方ですか。日本から。あ、日本から。なるほど。じゃあ箱の方箱をチョイス。お、お、あ、すごい。すいません。すいません、ありがとうございます。はい、あ、ごめんなさいごめんなさい。はい、で、コーヒーが何でしたっけ。いや、もうコーヒーはいい。コーヒーの俺の中途半端なボケはもういいです。え、もういいの。もういいです。もうなんかもう買いましょうよ。はい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 、だから買いますよ。はい、こっから本当に出てくるのかどうか。あのさっき本当に出てきてたんで。ファミリーが。ファミリーが見せてくれたけど。本当に出てくるかどうかはもう知ってます。いや、知ってますけど。あ、カップカップ。あ、カップね。じゃあ丸干しの方ね。はいはい、丸干しの方いきますよ。はい、えい。お、出た。音がしましたよ。お、いきますよ。オープン。あー、出ました。買えた。欲しいも入ってる。欲しいも自動販売機で欲しいも買いました。当たり前です。当たり前なんだけど、やっぱすごいね、自動販売機って考えると。結構ぎっちり詰まってますね。ぎっちり詰まってる。なるほどなるほど。すごい、丸干しだからもうね、すごい、もう熱い、はいはい、いただきます。はい、あー、うまい。あー、美味しい。もうすごい甘みが凝縮されてる。ちゃんと欲しいもん。ちゃんと欲しいもんです。へえ。これ美味しい。普通に買いました。買いました。美味しい欲しいもん買いました。買いました。ぜひ皆さんも自動販売機で欲しいもん買ってみてください。はーい。お釣り取って。あ、早く取って早く取って。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。お願いします。なんかあれですね、はい、コーヒーも100円で、はい、100円のタイプの自動販売機なんで。そうですね、安くていいですね。安くていいです。あれ、コーヒー。いや、もういい。コーヒー、コーヒー買ったの。もう買った。いや、え、カットしてんのこれ。